ゆうこのいちおし、本日3点目のご紹介です。北方町にあります料亭松山様です。早速中の方に行きたいと思います。料亭松山様のイチオシお弁当、若くすポーク黒米弁当です。このボリュームで540円です。美味しそうです。